見える、うん、おはようございます。はい、おはようございます。前髪を朝切ったんですけど、どうですか？そう、雨の音しか聞こえないの。悲しい。お母さんにね、切ってもらったんだけど。泣きせよ、お披露目ニコニコ特番当たったけど、ゆいちゃんくんわかんない。でもね、前回は、あれ、ロキセがやった時は、あれだった。先輩の、みんなが、そう、来てくれた。だから多分、わかんない。でも、見たいな。名前呼ぼう。なんか、難しい名前の子が多くない？今は読み方が難しい、そう、難しい名前がある。ちょっとここが長い。キラキラネーム、キラキラネームはもっとあるくない？もううるさいな。キラキラネームは一瞬はあって、今は下手だよね。今はキラキラネームなのか。キラキラネームって例えばどういうものだ？キラキラネーム
本当に実在する人じゃない。だけどね、うん、キラキラ、こういうのなんかキラキラね。はい、1,2,3でワルツな。一心でピュア。一心でピュアっていうの。は。うん、夢に大きいでサンタって呼ぶの。サンタさんの感じか。天って書いてシエル。ティアラ、なんかティアラとかあるよね。ペガサス、あ、なんか見たことある。ペガサス、わ、天使って書いてエンジェルってやつある。面白い。5月って書いて、メイは聞いたことある。ん？え？光るに宇宙の宙でピカチュウだって。意味わかんない。意味わかんない、ここまで来たら。キティ、あ、そう、キティもあるよね。そう、ニューイナ、でも天使かっこエンジェル面白かった。キラネームすごいね。おもちゃ屋さん時代にひまりが女子で一番多かったけど今は違う。へえ、そうなんだ。女子、ひ、あ、違う、ひまりか。ひまり、ゆなちゃんはコナン見た。コナン見たよ。なんだっけ、100万ドルの道しるべ、道しるべ。そうそう、コナンも結構すごいよね。なんかサブマリンとかさ、なんか感じが毎回面白い。
と？では現実離れ道しるべっていう問題ある。テストとか馴染みのない単語、そうだからさ、読み方わかんないんだよ。だって悪夢でナイトメアね。ほら漢字の読みを無視して。そう、なんかね。あれ楽屋になんか毎回コンサートとかで着る洋服を衣装さんがなんか順番に丁寧に並べてやってくれてるんだけど、そう、それで7期生のね衣装があったの。そう、それ見たらちゃんとね、名前もね、書いてあって、ハンガーに。そう。だから、あ、身長はこんぐらいなんだ、とか、だいたい分かった。だから楽しみ。足のサイズは中敷きで、そう。足は分かんなかったけど、身長は分かった。大体ね。あ、15分経ったらしいので、誕生日をします。13位、ノブさん。12位、オロロさん。11位、ソイミルクさん。10位、サシオシさん。9位、フレアさん。8位、ヒカレビさん。7位、リオダさん。6位、カツオさん。5位しょうちゃん、4位しょうたんさん、ありがとうございます。イエイ。そして第3位はぐる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 るかん、椎名さんです、ありがとうございます。イエイ。そして第2位はぐる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 るかん、あすかさんです、ありがとうございます。イエイ。そして第1位はぐる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 るかん、ヤスさんです、ありがとうございます。イエイ。ありがとうございます。皆さん今日も来てくれてありがとうございました。今日は2回公演なので、ぜひ DMM で見る方も前に来る方もよろしくお願いします。2768の方来てくださりありがとうございました。5、4、3、2、1
またね、バイバーイ。